広尾キネマはかつて存在した日本の映画館である。1915年に広尾富士館として開業。その後、表題の官名になり、第二次世界大戦中の一時期、広尾東宝映画劇場と解消。戦後は広尾銀映座として知られた。1966年閉館。富士館時代は山野一郎、ついで、 牧野周一が映画説明者として在籍し、広尾キネマ時代は牧野プロダクション作品を興行したこと、戦後に新東宝社長となる大倉三次が経営したこと等で知られる。北緯35度38分56.97秒、統計139度43分12.19秒、広尾キネマ、1930年代の写真1915年、 まだ軍部であった東京府南都島郡渋谷町下渋谷元広に映画館広富士館として開業する。1918年から監視を務めた南川光作は欧米留学経験もあって洋画を好み、当時はサイレント映画の時代であり、映画説明者や学士が在籍していたが、その中に後に名人として知られる弁士、山野一郎が、 他館での見習い期間を経て1920年から所属し、同館で映画説明の技術を磨いたとされる。同年頃の主任弁士は西川登東であった。山野が新宿武蔵野館に転出した1923年には、後に漫談家に転身する牧野周一が同館で映画説明者としての初舞台を踏んでいる。同年9月1日に、 関東大震災が起き、多くに被害が及んだが、同館は急ピッチで復興を進め、同年10月12日には開館することができ、危機を乗り越えた。1925年3月6日付の時事新報に掲載された広告、大倉直営広尾きネマによれば、当時映画説明者であった大倉光が、目黒ロキネマに次いで、同館を2万円で買収、広尾きネマに解消している。 同年に発行された日本映画年間対象13.4年によれば、同年当時の同感はブロックブッキングに組み込まれない自由配給の洋画作品を興行した。同感は同年すでに巻のプロダクション配給の日本映画を上映していたらしく、後の美術監督の木村武雄は同年9月に公開された坂東妻三郎プロダクション作品偉人娘と武士を幼少時に 同感で見た記憶を語っている。1927年に発行された日本映画事業総覧昭和5年版によれば、当時の観客定員数は353名、工業系統は、薪野プロダクション、東和キネマ、可愛い映画、帝国キネマの各作品であり、経営は大倉工業部、支配人は横尾信義であった。当時の薪野作品では、 1928年9月21日に新州天馬キャン第4編が全国公開の一番手として同館で封切られている。前述の木村武雄は同館で同年上映された中根技列実録中心蔵を見ているという。後の映画監督今井忠の自宅のすぐ近くに同館があり、同館で映画を学んだという。その後、第二次世界大戦が開始され、 1942年には戦時統制が敷かれ、日本におけるすべての映画が同年2月1日に設立された社団法人映画配給者の配給により、すべての映画館が紅系、白系の2系統に組み入れられるが、この頃、疲労東方映画劇場と解消し、東方映画の経営のもと暮系の配給系統に入った。同年に発行された 映画年間昭和17年版によれば、当時の観客定員数は405名、当時の支配人は渡辺茂次であった。終戦後は、正確な時期は不明であるが、1954年頃までに、疲労銀映座に解消している。同年当時の支配人は山田善吉で、経営は東日本工業であった。戦後は主に剣劇映画を中心とした日本映画を上映し、 1966年、閉館した。1971年5月、跡地に疲労フラワーホームが建てられ、現在に至る。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。疲労東方映画劇場に関するカテゴリありがとうございます。